やー、最近本当暑いわねー。そうだな、この暑さだと公園で遊ぶのも辛いな。どこか別な場所に移動しようぜ。涼しげで楽しめるところないかしらねー。そうだよん。どうしたんだぜヨウム。この前にニコ様に教えてもらったいい場所があるよん。へえ、どんなところなの？ふふ、それは着いてからのお楽しみだよん。きっと霊夢脇にいるよん。準備して向かおうよん。どこかしら。ま、とりあえず行ってみようぜ。なあヨウム、ここはどこなんだぜ？海？じゃないわよね。ここは、汽水の湖だにょん。湖か。確かに風が気持ちよくていいわね。ふっ。ここはそれだけじゃないにょんよ。なんかもったいぶってるな。なんなんだぜ？この橋を越えたらすぐ着くから、そこで説明するにょん。さあ着いたにょんよ。ねえヨウム、みんな何してるの？ここは、シジミ取りができる湖なんだにょん。なるほど。だからザルとか準備してたんだな。そうだにょん。私が気に入るってのは、どういう意味なの？取ったシジミが食べられるからだろ。食いしん坊の霊夢にはぴったりの場所だにょん。な、そんなに食いしん坊じゃないわよ。食いしん坊だろ。ほらほら、細かいことは気にしないで、早く取りに行こうぜ。いやー、結構たくさん取れたわね。楽しかったのぜ。ゆゆこ様にもいいお土産ができたにょん。ヨウム、電話じゃない？あ、本当だにょん。もしもし。はい、そうですけど。ゆゆこ様が、場所はどこですか？わかりました、すぐに向かいます。どうしたのぜヨウム？ゆゆこ様が、矢心病院に、運ばれたって。ごめんねヨウム、なんか大事になっちゃって。いえ、本当連絡が来た時はびっくりしましたよ。軽い骨折だけど、安静が必要みたいでね。しばらく入院しなきゃならないみたい。わかりました。必要なものは準備しておきますね。ゆゆこの様子は？軽い骨折だって。少し入院するけど大丈夫そうだったにょん。そうか。とりあえずは安心なのぜ。うん。ヨウムはもう少し残るけど、みんなは先に帰っていいにょんよ。そうね、日を改めてお見舞いに来ようかしら。ゆゆこによろしくなのぜ。すっかり遅くなっちゃった。今日は疲れてるし、帰ったら早く寝よう。こんな時間に、おじいさんが立ってる。こっち見てる。なんだろう。なんか気味が悪いにょん。はい、どうぞ。あらあら、元気にしてるかゆゆこ。
わざわざお見舞いに来てくれて、ありがとうね。なあに、世話になってるからな、早く治すんだぜ。ところで、どうして怪我したんだぜ。実は、業務がいない時に、たまにハイエの仕事でもしようと、ガタガタの自転車で買い出しに出たら、病院近くの道路で転んじゃったのよ。慣れないことをするからだぜ、気をつけないと。本当そうね。業務は毎日来てくれているんだけど、怪我の理由を話したら、私の仕事ですのでって怒られたわ。まあ、仕方ないな。あ、そういえばマリサ、ヒジリとの修行は順調なの？まあまあだぜ、ただもっと頑張らないと。ふっ、私が言うのも変だけど、怪我しない程度に頑張ってね。よし、そろそろ帰ろうかな。ねえマリサ、お願いがあるのだけど。どうしたんだぜ。私の気流ならそれでいいんだけど。パチリ。あら、業務じゃない？珍しいところで会うわね。どうしたの？パチリ。教えてほしい会があるんだみょん。私が知ってるのだったら構わないけど。パチリは、病院近くの道路に現れる変なおじいさんのこと知ってるかみょん。おじいさん、道路脇に立ってるんだみょん。そして、いつ、どんな時でも、体ごとこっちを向いてるんだみょん。おじいさんに気づいて、横を通過してすぐに確認しても、こっちを体ごと向いてる。絶対に正面からこちらを見てる。向きを変える気配なんて見せないのに、絶対に普通の人じゃない？知らないかみょん。心当たりは、あるわ。教えてほしいみょん。おそらくだけど、せなし、って呼ばれてるかいいね。せなし？どういうやつだみょん。正直、よくわからないの。せなしについてわかっていることは、病院近くの道路、いつも同じ場所にいること、一人で運転している時にしか現れないこと、そして、絶対に後ろ姿を見せないこと、そのくらいかしら？それだけかみょん？ごめんなさいね。でも、せなしは特に被害があったって、話も聞かないし、ただ不思議なだけの怪っていうイメージね。わかったみょん。ありがとう。力になれなくてごめんね。何かあったの？ゆゆこ様が今、怪我で入院してるんだけど、なんでかわからないけど、あいつのせい？そんな気がするんだみょん。ようこそ、せなしの正体を見破ってやるみょん。絶対見せない後ろ姿、それを見てやる。そろそろあの場所だ。いた。後ろから車は来てないな。減速して絶対に目を離さないよ。もう少し。見えた。うの背中だよ。何の変哲もない。気にしすぎだったのかな。しかし、まさか私と入れ替わりで、業務が入院することになるとはね。ご迷惑おかけしてすみません、ゆゆこ様。いいのよ、怪我も軽傷だし、本当によかったわ。二人もありがとうだみょん。私はいつも助けてもらってる側だし、少し恩返しできたかしら。いいってことよ。そういえば、どうして二人は助けに来てくれたみょん。
そこにいるゆゆ子に、ヨウムの様子がおかしいって言われてな。ゆゆ子様が、ヨウムが異様に道路に立っている、おじいさんに執着してたから、なんだか惹かれてるみたいで怖かったのよ。私は直接動けない状態だったから、マリサにお願いしたってわけ。ゆゆ子様。あの後、警察の人が来てな、瀬名氏について聞いてみたんだぜ。そしたらな、今回は連れて行かれなかったか。そう言ってたのぜ。トチュリーからは特に被害は出てないって聞いてたにょん。一部の人にしか知られてないけど、結構危険な怪異だったってわけね。そうだマリサ、今回、ヒジリとの狩猟の成果が出たんじゃないかしら。そうだな、ヒジリ直伝のお祓いが炸裂したのぜ。これからは安心して私に任せてくれだぜ。危険なことはやめなさいよ。マリサが調子に乗るとろくなことがないからね。